こじこじ。うわあ、難しかったこれ。すげえ難しかったですかね。当たるんですよ。うわ、だ。よかったバッテンが分からんですね。うわぁ難しいなぁ。ちょっと難しかったですね。一番難しかったかな。なんだ、ちょっと本気出しちゃおう。よし、ちょっと待って。どいつもこいつもメタメタだな。顔が真っ黒になってます。逆光になってる。久々どうですか。久々見に来たけど、どいつもこいつもしょぼいね。全然分かってない。どの辺が分かってないですか。あのね、なんちゅうのかな。ただね、アクセル踏めばいいっていうもんじゃないですね。多重力をコントロール。まあ僕が後で走ってみせます。ありがとうございます。ちょっとこう2台走ってるの見てどんな感じですか、ね、そうだね、まあこの白白誰かわかんないけど、この白っぽいこの車、悪くないね。でもね、良くもないね。お、この後ろのこの赤いの、はい、1コーナー、うん、ダメダメですね。おととい来やがれですよ。まだまだだな。まだまだですな。お、悪くない。でも欲も、でも欲もない。久しぶりですよね。何年ぶりですかね。何年ぶりかな。だいぶ巻き割りも落ち着いたんでね。ミスターはどうしてるんですか。ミスターはね、うん、もうなんか後で来るかなんか言ってたけどね。今日ですか。俺久々ちょっとディライト行くんだって言ったら、はい、俺もちょっと巻き落ち着いたんで、はい、あと 2,3 本割ったら来るって言ってる。巻き 2,3 本、うん、あとに、あ、ごめん2,3 万本だった。あれですよね、ですよね。2,3 万本終わったら、そうですね、もうすぐ来るから。ああ、じゃあ 2,3 時間で。そうね。うん。いやー、やっぱいいね。さあ、行ってみよう。いや
ない？だいぶ赤がフラフラしてるけどね。赤じゃないか、白がフラフラしちゃってる。白がいかんとですよ。白がいかんとですよね、これ。さあちょっと赤のプレッシャーがひどいとですね、今日は。今日は赤のプレッシャーがひどいとですよ。この車速で合わせるって言ったら難しいよ。でも月尾さんはこのくらいでも全然、まあ俺はねいけるんです、ね、全然余裕だね。他のベルのところでは余裕だ、うん、俺には止まってみれば、うん、そうですよね、うん、もちろんドライバーの目回しが止まってみますよ。ドライバーのたけしって言ったら俺以外だ。巷じゃもう知らんやつは悪い。久々見られて月尾さんにはどう見えてるんですか。俺にはどう見えてる、やっぱすごいの一言ですね。前来た時からのこの違いというか、そうね、前もすごかったですよ。前もすごかった、前もすごかったけど、よりこう乗ってるかなみたいな。乗ってる、うん、もうちょっと詳しく そこら辺をちょっと教えてもらって、詳しく、はあ、そう言われると難しいんだな。正直ね、はい、あんまり変わってないかな。ですよね。あくまでも月尾さんから見た感じでいくと、はい、まあ、前もすごかったし今もすごかったということですね、うん、そうそうそう、そういうこと。実際やっぱやってみてって言われたら無理だもん、うん、でもその間に月尾さんはレベルアップしてるわけですよね。そう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 、あのね、俺ずっと YouTube いつも見よって、はいはいはい、こう旗から見よくと、はい、こう一回離れて見て、うんうん、冷静に見よくと、あ、そうか、うんうんうん、要はスラロームを自宅が言ったこと、うんうん、要はスラロームは上手じゃないですか、はいはいはい、それをただ大きくやればいいんですよ、はい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 、あ、そうかと思って。そうです、だけど要はアクセルを俺が踏むところが、うんうんうん、ドリフトに入ったら、うん、アクセルを入れてるところが全然違った、うん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 、なんかこうアクセル入れてる場所が全然違う。なんか本当に見てたっぽい会話ですね、うん、今。そうそう、本当に見よったよ。あ、そうなんですね。だけどほら、離れてみると、本当に一生懸命しよると、うんうんうん、無我夢中でわからんだ。ああ、そうですね。一旦こう冷静になってこう YouTube とか見よくと、はい、ああ、なるほどねと思って。やっぱ分かってる人と分かってない人が、スローモーションで見ると分かる。あって俺は思う。あ、ごめんなさい、すまない。さすがですね。これに引っ掛け取ったわって。全くやっぱ俺は分かっとらんかった。全然分かっとらんかった俺は。難しいですよね。今ブレーキかけとったわってですね。だから何をしてるかとまず違いが分からなかったら分からない。そうそうそう。そうそうそう。いやらしかー、もういやらしかですね。セカラシカですよね、こんな感じ。動画を撮ってても、うん、セカラシカですよ。あ、撮りたい声が音声がこう入らんでスローが多くなるんですよ。スロー音が入らないんで。なるほどね。だけがスローモーションが多いと思う。そうなんですよ。あ、セカラシカですよ、あの白いのが。なんてったってセカラシー。なんてセカラシーですよね。絶叫ドリフトだ。いつもあの穴から、赤から泣かされよってくる。それを喜んでるんですよね。ド M だけど。気持ち悪いんですよ、あの人。さすが。